鳥居元忠に伏見を預けることになった時、本当にこうして家康が元忠と酒を酌み交わして頼んだという話があるみたいです。三成たちは挙兵すると伏見城は途端に戦場となって、元忠は籠城して戦ったそうです。わずかの兵で戦い、降伏勧告を受けるもそれを拒否、13日間持ちこたえたそうですが、最後は鈴木重友という武将と一騎打ちの末敗れて亡くなったと言われています。最後まで家康を裏切らなかったので三河武士の鏡と言われていたそうで、元忠が戦った伏見城の血染めの畳はその後江戸城で飾られることになったそうです。鈴木重友は元忠を討ち取った時にその鎧を奪い取っていたそうですが、後に元忠の息子である鳥居忠政へ返したい